たくさんの人に来てもらいましたし、まあ、あの選手たちも非常にテンション高くて、いいトレーニングができたと思います。今シーズン J1 昇格とともにホームでの観客動員1万人を目標としているトリニータ。1年半ぶりに一般公開された昨日の練習にはおよそ500人のサポーターが詰めかけました。背がでかくて身長があるってやっぱり脅威になるのでいいなと思います。選手もちょっといろいろ変わったのでどんな風になるかがすごい楽しみです。多くのサポーターを前にユース出身で新入団の2人も気持ちのこもったプレーを続けていました。いいプレーだったりした時の拍手だったりそういうのがそのプレーにつながって気持ちも良くなったので普通に非常に嬉しかったです。たくさんの方がスタジアムに来て感動してまた来たいと思えるような試合にしたいと思いますのでぜひスタジアムに来て応援してもらいたいと思っています。